峰竜太選手、深谷智弘選手に聞いてみたい。そうですね。あのやりすぎたなとは思ってないですね。はの、い、エンジン、いったら、本当にダメなんだ。本当にダメですね。獲得賞金一億。百五十二万八千三百三十三円ということ、一億円突破しましたね。まあ、そうですね。ラッキーでしたね。自分の中では、そんなに。 実力で取ったようなこう手応えというよりは流れで取ったなっていう方が大きいですね。それは展開もあってってことそう、そう展開ってことなんですよ、結局。うん、そこを僕うまく操ってるんで、そこをごまかせてるんですよね、みんなの目を。展開を操ってる操ってます、完全に操ってますね。やっぱり賞金王の言い事は違います。 ちなみにね、あのー、浜名湖の公式ホームページには、うん、エンジンの評価として、2連帯率が高いモーターから順番にこうランク付けで載ってるんですよ。と、うんうん、ころが、不思議なのは、その間にあるモーターランク評価みたいなやつが、S からね、S、A、B、C、D、E ぐらいまであったかな。で、それが全然その、うん 二連対立のランクとチグハグなんですよああ、それでもわかりますそれはどういうことですかやっぱ二連対立って人が乗ってるじゃないですかうんだって言ったらおもう全く同じがエンジンがあったとしてはい。やっぱり A1 の人が十節乗ったのと B 級の人が乗ったのは違いますしあくまであれはねただの数字ですから二連対立っていうのはモーター評価の方が大事絶対そうですそれは絶対 ななるほどなるほほどど、うんはい、浜名湖のエンジンについてもちょっと伺っておきたいんですけど注目あれねこれ不思議なんだけど何号機が注目とかみんな覚えてるんですよファンの方もあれ選手も覚えてます、はい、まあちなみに僕は1個も毎回知らないですね1<ー>一個 1> さすが俺タイプ。 ん <laughs> 覚えらんないのもうね、僕、賞金の時ですら、一個も知らなかったですよ。何弾いたりとか。すごいね。え、ってどうせか、運だから関係なくないですか、それ。だって。あんなんだってね、よく僕、本当に気にしたことないです、今まで。すごいな。深谷選手はどうですかいや、僕も一緒ですね。弾けると思ってないんで、むしろ、あのー、前節、 いすいよ。そんな感じ。トップレベルの人はそういうのはやっぱあんま意識しないっていう感じ。<laughs> うん、いや、まあ性格の問題もあると思うんですあ。僕もそう、性格の問題あると思います僕は。ああ、うん、あやっぱあのー、周りの選手で同じクラスでもやっぱそういうのを気にしてる選手も。めちゃくちゃいます、めちゃくちゃいますね。 前期知ってるぐらいの感じもいますよ、本当に。<laughs> あ、これダメだね、みたいな。モーター博士がいるんだ。いや、やっぱいますよ。菊池光栄さんとか結構知ってますよ、本当に。あ<ー>、うん、おあ、これ誰のだろうみたいな言ってくれたりしますもんね。あそう。あーモーター博士。よくデータがすごいんでしょうね。僕らと深谷みたいにバ、ばカじゃないんでしょうね、たぶんね。そ <laughs> <laughs> ういうことか。<laughs> うん あちなみにじゃあその意識しない深谷選手が浜名湖のエンジンで知ってる情報を何か教えてください。何号機と何号機はいいはず <laughs> それおかしくないですか結局一つも知らないってことですよ <laughs> こいつは。地元よ地元。<laughs> なんであのー、このお正月レースの時に、うん、あっ、のー、この。 選手のエンジン良さそうだなっていうイメージは残ってます。おお<ー>。あの番号ではなくて。うん、ああ、なるほど、なるほど。誰々選手が乗った。はい、あじゃあ、あので画面には出しますんで、お正月レースで乗った、えー、注目選手が使っていたエンジン、その選手の名前でいいんで、教えてください。はい、えー、っとですね、鈴木俊介さん。あお <laughs> <laughs> 鈴木俊介さんが乗ってたのと、介選手はいあと庄司康介さんが乗ってたの庄司康介選手、はい、は、いわりと一緒に走った時に、あに、自分も手応えあるのにこう、なんかそんなにこう変わり映えしないというか、なんかレース見ても、うん、あのいいようなイメージがありましたね。なるほどあ 本当だいや、これびっくりした、あのー、実はですね、事前に集計した一番左、二連対率の順位は1位、2七7、8、9位というふうになってるんですが、うんえー、バンキシャさんたちが評価をしているこのアルファベットの上位を抜き出したエンジンなんですけど、右のところです。誰が乗ったかというね、注目モーター。 鈴木選手の12号機そして庄司選手の19号機ちゃんと注目されてるんですね、うん、バンキシャさんってやっぱ見てるんですねちゃんとで、うん、まあこういうのって逆に19号機はめちゃくちゃ気になりますよねああ乗ってみたい。 ん,んだ,だって何があったんだろうとは思わないですかなんか整備が当たったのかなんなのかなるほどねうんまあこういうのは逆にいいですけど50%の C とかもありますからね本当に壊れてるやつそれが困るんじゃないですか<ー>その船券買う側としては分かんないじゃないですか<ー>壊れてるっていうのはいや多分なんだけど今これ2連単率の順位で12789位っていう不自然な抜かれ方ああなるほどなるほどで これ3456っていうのは当然順位としてはあるんですけど、うん、ここのモーターに関しては総評の中で C とかやっぱそうっすよね C とかがついてるってことでしょ、うん、だつまりバンキシャさんはちゃんと見抜いて公式ホームページに上げてくれてるってことだ。うん、そうだと思いますけどね。 今のでも全部分かった公式ホームページを見て、総評のところのアルファベットをチェックするのが大事ってことですね。で、確かに深谷選手は、その何号機がいいとか、何の数字も知らなかったのに、庄司選手が乗った19号機と、鈴木選手が乗った12号機、うん、これをちゃんと注目だというふうに挙げてたというね。 さあ、ちょっとガラッとですねお話を変えたいんですけれども実はあの冒頭でも言いましたスワッキーのスワッキーご存知ですかはいはいはいあのツイッターの中でスワッキーが公式にですね皆様ファンの皆様に、えー、お二方に質問をちょっとお送りしてですねははい、はいこの何を聞きたいですかとかどんなイメージがありますかみたいな話をしたんですがその一つをちょっと紹介させていただきたいと思います。 はい、まずは峰選手についてですね、峰、はいえー、選手の魅力といえば何でしょうという4つの項目を挙げて、アンケートを取らせていただきました。項目は、圧巻の逃げ、うん、技ありの差し、うん、豪快なまくり、うん、鋭いまくり刺。し、うん、皆様がどれに投票をしう,い,うことと思いますかあ 僕当てていいですか？いいですよ。まくり出しだと思います。すごい。はい。ファイナルアンサーいやばいだよ。すごい決勝。動 <laughs> <laughs> いて外れですっていうのもあるから、俺の場合。ああそうなんですね。<laughs> ただね。うん。当たりです。ですよね。鋭いまくり出しに投票した方はなんと全体のええー、投票数の。 57.7%すごいですねやっぱ目立つんですかねこれはおそらくイメージと期待とやっぱほらあのグランプリで5スローからまくりだしうん、うん、そうやっぱああいうのを1回やるとねすごいみんな影響を受けるんですよね周りも、ね、やっぱもう何年経っても忘れられないし、うん、あともう一つはやっぱ男舟のパワーもちょっとあるかなと思うんですよねああ宣伝効果ありますね あ特命 <laughs> の中で、宇治さん、僕、5コースから空いてなくても刺さるまくり刺し、開発したんですよ言われたんですよね。<laughs> うん、ブラックマヨネーズの吉田さんと話をして、うんうん、これはあのどういうことなのかと、もう空飛ぶか水潜るしかないという話をしてたんですけど。<laughs> うんうん この話の後にあのゴス,スローカルのまくり差しが出たそうそうなんですよねすごかったですね、うん、まあ確かにねなんか豪快に外をぶん回って沈めるというよりは、うん、むちゃくちゃな角度で入っていく体そうですねうんそっちの方が今う魅力があると僕は思ってるんでスピードよりも、うんうん、スピードなんかはね正直誰でも出せますしね だってつけまいなんかもう簡単ですよ本当にもう何もしないのが一番いいですからああなるほどなるほど外分回んだったら誰でもできると <laughs> できますしねやっぱあのそれに今、はい、今決まんないんですよつけまいが正直もうボートのスピード感覚がお遅くなってきてるんで出<ー>力が落ちてきてもうだったらつけまいなんかもう絶対決まんないと思います今ああそう、うん、なんで刺しって分かっとっても支える刺しとか 刺さる刺しとか。ああ、なるほどあ。そっちを僕は磨いていってますね、今。ブロックしきれない刺し。そう、もう、あの、もうそこ懐えぐり込むみたいなやつを。研究してます。選手は動かすは、ブロックはできないはもう。<laughs> マジシャンだね。いや、マジシャンとかじゃないですけど、研究してますね。はあ。すごいわー。さあ。深谷選手の方にも同じような質問。投票していただいて。 項目は全く同じですね、同じです。深谷智弘選手の魅力といえば何でしょう自分ではどれだと思いますかうーん、もう峰さんと比べちゃうと、あの、どれ,どれって言っていいかわからないですけど、よく言われるのが、やっぱりインコースから逃げるの時のこのイメージがあるっていうのは言われますけ、ね。おお、なるほど、なるほど。僕もそう思います。深谷は1じゃないかなと。ああ そうなんだ。実はですね、うん、圧巻の逃げ、えー、惜しくも二位でしたね。ああ<ー>、としては八点八パーセントの得票だったんですが、一番多かったのは三十五パーセントの票を獲得した鋭いまくりざしでした。いや結局みんなそれなんだよね <laughs>。いやだから <laughs> 俺ねまた違って僕深谷選手の 覚えてるというか印象深いのは鋭,鋭いというか技ありの指しなんですよ。そうなんですね。いやいや、君のこと。<laughs> はい、いや、だから、でも本人がそうなんですねって言っちゃうぐらい、あんまり印象ないってことですか、指し得意だなみたいな。得意というか、指しきってるイメージが最近あんまりないイメージもあるんですけどね。お ちゃうままいなっって思って見て思見すけど、ね、ああそうですか。まあ人によってイメージ違う。ただ多分ね、このアンケートは期待してるっていうのもあるんだと思うんですね。うん、ああなるほどですね。ファンの期待を意識したりはしますか、お二人は。うん、僕はもう枠に、ま、出さないといけないなと思います。あの相手なくても。あ<ー>うん、もうそこは負けても認めてもらいたいなと思いますね。 その結果が多分あのーバイーンって浮くやつでしょうそ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 うバイーンってあって6尺になるやつですねいったけどダメーズリズずりリズリってそ,、うん、そこはえ理解してもらいたいなと思います攻めたよっていうのはああ攻めた結果、うん、だから一等を狙ってあくまで狙ってんのは1投だからそう結果としてああなっていくんだよう3と5はもうほぼ絶対爆出しに行きますんで僕もああ<ー>、うん トップは違うわなぁ。なんか <laughs> まあでも僕、うん、なんかこういうね。インタビューとかはあのあえて謙虚な気持ちを出さないようにしてるんですよ。<ー>やっぱそれであの感じる人が多いと。なんか、例えばそ同じレーサーが見ててもファンの人が見てても、うん、そこでなんかね。考え方が変わる人とかもいると思うんで、あなんか甘かったな。とかうんうん、うん、だから、僕はもう謙虚な姿勢は邪魔だなと自分にも思うんで。うん うん、自分を高めていく中でも、まああのぼ、相手方にはすごい失礼だと思うんですけど、うん、1> 対1500人、1600人とか、ただでも、それで業界が変わっていくなら、僕はもう敵に回しでも、なんかこの盛り上げていきたいなと思ってますね。かっこいい、だから、あのー、うん、ボクサーがよくね、そう,そういう方です。うん、あれ、だって相手側からしたらすごく嫌じゃないですか、馬鹿にされて。でも、そういう人がいないと面白くないんですよ、絶対。 しかも、峰君が自分の動画で言ってたのは、そこからもうプレッシャーかけも始まってると。そうそうです、そういうことですよね。もうその暗示にかかってますよ、みんな。もう絶対僕が決まるって言ってるから。まあでも、やりすぎて最近はね、あのもうすごい、あの、あ,のあれ、感じましたあの。峰には勝たせられ、たくないっていうか、その。 <laughs> やっぱ意識が強すぎますねやっぱ思いますそれだけをやっつけるとやっぱまっくり出し来るって分かってるからやっぱ邪魔はできるじゃないですかはいはいはいやっぱそれを結構、うん、食らった時は、ね、邪魔された邪魔っていうかやっぱまっくり出しされないようにはできるんで絶対まっくり出されたら6着なるじゃないですかはい,はい、はい、それなそれ塞いで4着を選ぶみたいな23着<ー>うんああなるほどなるほど 1>, 1着は取れなくなるけどみたいな23着でいいかみたいなうんうん、うん 感じますちょっとやっぱりあなるほどねだって僕、5コースから負け出そう、絶対負け出そうと思ってて、はい、4コースの人がハンドル切らないでまっすぐ行ったら僕6着飛びますもんね。<laughs> <laughs> そういうもんなんですよ。そうそう、そういうもんなんですよ。だから、やっぱ人がこう、みんなが欲を出したときに悪展開を捉えに行くんで。なる,なるほど、なるほど。はい、そういうもんなんですよ。そう、だから逆に、本当に。 みんなが勝ちに行ったときとかグランプリとか、ああいうところで決まるんだと思いますね。ああ、なるほどね。ね優勝とか一着を取りに行くときに決まるんじゃないかと思います。もう二人とも眠いよね。眠いですね。今からゲームですけど。3時間経っても3時間。3時間の間に多分1時間ぐらいはゲームの話。ゲームの話してましたね、確かに。あれが一番面白かったです。 <laughs> 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 それだから今度峰君のチャンネルなり、うん、僕のチャンネルでやりましょうよああそれめちゃくちゃ嬉しいです僕ウィーツさん出てくれたらめちゃくちゃしゃべりたいですいや深谷もい YouTube 始めたんですよでもそうよあのさ2個目の動画とかねだ誰が編集してるのあれあれもう最初からの知り合いの方があのやってくれてますなんであんなこじゃれてるの <laughs> いや、そこら辺の打ち合わせ全然してないですけど全部、あのー、まとめて編集してくれてますねいや編集の方がすごいおしゃれなセンスの持ち主なんですねそうですねなんか、うん、あのすごいやってくれてますねありがたいですいやあのー、正直ファンから言うとああいう、まあ、峰選手なり深谷選手なり YouTube のチャンネルをやってくれてるとやっぱ 選手の人となりがね、初めてそこで分かるみたいなのはあるんですよかだからちょっと欲を言うと深谷選手のはおしゃれ感が出すぎてて今の方好きなのうん、わかるわかるだからもっとガブガブ酒飲んでちょっとへべれ気になってる状態で次の動画やってほしいんですよ そんなんなで大丈夫なんですか逆に全然いいむしろそれの方がええでも深谷ってなんか,かあれっすよずっとこんな感じっすよほんとにずっと真面目っすよ。俺あのー、前回の浜名湖賞の優勝戦のインタビューさせてもらってその後にあのに、ー、菊ちゃんと飲み行こうって言ってたの。はいで菊池選手に呼んでもらったお店に行ったら静岡支部がほぼ全員いたみたいな。<laughs> <laughs> でその時におわ、あのー、初めてちゃんとお酒の席でお会いしたんですけどめちゃくちゃおとなしいのよそうそうそうしゃれてますもんなんかねしゃれてるのしゃれた酒の飲み方しますもん、ねうん、あ分かる分かる分かるわかる <laughs> いつもあんなおしゃれなんですかいやいやあのー、やっぱりいやいやこいついつもいつ,いつもおしゃれですこいつマジであ <laughs> の雰囲気あるじゃん <laughs> <laughs> えなんかちょっとはっちゃけたりしないの <laughs> いや、そのやっぱりその一緒に飲まれる方もあるじゃないですか。やっぱり先輩いらっしゃったりとか、先輩方は、まあ、それぞれでしたね、服部さんから。そういう時はやっぱりそういう飲み方はしないといけないなっていう意識はありますし、じゃあ、年の近い仲間内だけだったら、もうちょっとこうなるんですか、ウェイみたいな。 あのもうちょっとそうそうじゃないですけど、失礼なこと言ったりしてます。<laughs> でもそこなんですよ、ファンが見たいのは。かりまた,ただ、ちょっとこう、やりなんかその、お酒飲む席って言って、誰かと一緒に飲むのも今、ちょっと大変な時期なんで、そう,でね、<laughs> そうそうです。でまあ、YouTube でね、YouTube でなんかね、リアルな使いを見せてくれたりですよね。うーん えー、じゃあ1つだけあの最後に質問をさせてください。はい、お二人に対してファンの方から特に多かった質問で、はい、ライバルは誰ですかというものがありました。はい、3月の G1 浜名湖賞の出場選手で、こいつにだけは負けたくないと思,える思う選手、うん、何人でも結構ですけど、教えていただきたいなと。えー 僕、そういうの今までいたことないんですよね。出た、ライバル、皆無説。皆無説、僕、皆無説ですね。<laughs> だって、ライバルはってきたときにあの、昨日までの自分ですってカッコつけて言ってます。<laughs> <laughs> みたいなこと言ってんじゃない <laughs> そ,うそうそうそう。だから、でも、じゃあいや、西山がいたらね、真っ先にあげたんですけど、いないんですよ、あいつが。<laughs> そう,そうだね西山選手はいないですが、誰ですか じゃ僕はまあ深谷は置いといて、深谷は置いといて、じゃあ菊池浩平さんには負けたくないですね。ああ、なるほどね。ただ、ぶっちゃければまあ負けるとも思ってないですけどねいや、そこまで言ってないし、僕、結構尊敬の気持ちがあるんで、勝たせていただきたいなと思います。じゃあ菊池選手にはちょっと負けたくない。なるほど深谷選手はどうでしょう僕はそうですね、今回、今見てるんですけど、あの、 浜名湖の地元の G2 の時に、はい、あの磯部誠、べイちゃんに刺されて負けてるんですよ。それがすごい印象に残ってるんで、べイちゃんには負けたくないなっていうか。な,るほどなんか一生懸命頑張ってますし、はいあの、やっぱ後輩で尊敬する部分もあるんで、お<ー>はい、そういうとこを見ると、やっぱべイちゃん 応援した部分もあるんですけど、まあ、こう一緒に頑張りたいなっていうなるほど、ね、る。いや、ありがとうございました。本当にお二人もお疲れのところ、深夜ね本当にあ。まだ今日中に終わりましたね、残り4分しかないです。 全然終わっていい雰囲気出てないから。まあ好評だったらもう一回やりましょうまた。いやそういうことね。だからもう飲みながらでもうんぐらいで。いやだけ単単体でやってくださいずっと。単体とかやめてください。そのホットなでください。いやそうですね。機会があったらまたねゆっくりあの本当にコンディションいい時にねお話伺いたいな。わかりまた。ますけども。じゃあ最後にあのファンの方へのプレゼントかね。はい。 ちょっとサインするところとはいじゃここに書いていきましょうかね,これですね頭でしょうねうわ、はい、3月2日入った2021年はいはいじゃ3月2日ありがとうございますはいじゃあ本当に2人とももう電池切れ寸前みたいな <laughs> もう台打です台打です 最後に、申し訳ないですけど、やっぱこれを見てくれてる、電気が消えちゃう、トラブルだらけだよね。だらけです。申し訳ない。このままやります。はい、やりましょう、最後に、見てくれてるファンの方にお一人ずつ、ちょっとメッセージをいただきたいなと、その G1 浜名湖賞の意気込みという意味でね。あわかりました。はい、ちょっと一言ずつ。じゃまず、峰選手からいきましょうか。そうですね せっかくねあの走らせてもらえるんで、はい、あの堂々と、ちょっと <laughs> 堂々と <laughs>、えー、優勝を狙って、えー、有言実行で優勝して帰りたいと思います。応援してくださいすみません、コメントの最中に俺、返事しちゃいました。申し訳ない,ない大丈夫です。<laughs> さあ、そして深谷選手、お言葉いただきます、はい。そうですね、本当にいつも応援していただいてありがとうございます。えー、と浜田湖 のあの地元の G1、あのーまあ、2回取らせてもらってますけど何度でも取りたいと思ってますんでそして、今年の年始、うん、スタートダッシュで生きるようにあの一生懸命やりたいと思いますのでぜひ、あのー、勝ちたいと思います。皆さんにに負けないい、ように頑張ります。<laughs> はい、というわけで今日は本当にお疲れのところありがとうございました。はい さあ、えー、私はですね g 1浜名湖賞3月の6日土曜日に生配信で、えー、予想の方をやらせていただく予定となっております。今日の話の成果がそこで出るのかどうかというねところなんですけどまあこればっかり水門んなんでね是非、えー、一緒にご覧いただいて3月6日ね、えー、楽しみたいなと思ってますんでよろしくお願いしたいなと思います。 ちなみに3月の7日日曜日は長嶋さんがね出演される予定なんでそちらもぜひご期待いただければという感じですねさあ、えー、そして番組の最後でもねあのお二人にスワッキーにサインを書いていただきましたがあちらの視聴者プレゼントキャンペーン、えー、実施したいと思います、えー、スワッキー以外にもいろいろありますね抽選で38名の方に豪華な景品プレゼントしたいと思います、えー、応募の方法に関しては今番組のどっかに出てるんですか いいろろもしかしたら俺の顔が映ってないのかなずっとあれで、まあ首の応募方法でガッてやったら下がる出てます俺出ましたね,ねこういうことやるから返信めんどくさくなっやらざるを得ないよねはい戻りますあ戻りますじゃないや俺が最後さようならしな、ね、い。さあというわけで 皆様にふるってご応募、えー、お待ちしておりますのでね、えー、よろしくお願いしたいなと思います、えー、動画が少しでも面白かったよと思う方はねチャンネル登録や高評価の方も、ね、合わせてお願いできるとありがたいなと思っておりますそれではまた機会がありましたらどこかの何かの番組でお会いしましょうありがとうございましたさよなら さあ、えー、プレゼントの応募にはですすねキーワーワドが必要になってきます後編のキーワード募集はこちら。という風になってますんでね、えー、それぞれキーワードをお忘れなきをよろしくお願いいたします。